皆様こんにちは。住友三井トラストインターナショナルのフィリップ・ハービーと申します。本日は参加させていただき誠に光栄です。私はいつも遅れて出勤するが、その代わりに必ず早く帰るこれは約200年前にチャールズ・ラムというイギリス人のエッセイストが書いた言葉です。彼のこの風変わりな働き方を真似することは実は経済の力になるのではないかと私は思っています。日本とイギリスは現在同じ問題を抱えています。それは非効率な労働です。去年イギリス統計局が発表した各国一人当たりの1時間の生産力は G7 の中で1位のドイツに対し、イギリスは6位、日本は最下位でした。ドイツほどの経済を維持するにはドイツ人は365日24時間汗水垂らして働く人ばかりかと思うかもしれませんが、それは違います。なんと最も短く働いていたのです。ドイツ人は1年間で1366時間働きました。一方イギリス人は1677時間、日本人はさらに長い1729時間働きました。これはドイツと300時間以上の開きがあります。ということは、国を経済発展させるためには労働者に長時間を働いてもらうことではなく、勤務時間を減らすことが重要ではないでしょうか。日本の政府はすでに去年9月から働き方の改革として勤務時間を減らすことについて議論しています。この改革の目的は日本の経済成長を促すことですが、そのためにワークライフバランスの改善が必要だと言われています。勤務時間を減らす以外に、労働者のサポート、介護や子育ての労働者の手伝い、また女性の社会進出など幅広い提案があります。ではもし日本が労働時間を現在の1729時間から減らすことができると、どのような効果が出るのでしょうか。まずは今の日本の8時間の勤務制度を1時間だけ減らすと、どれだけ労働の効率につながるのか、3つの効果をご紹介します。第1の効果は、短くした1時間を睡眠に回すと社員の能率が上がります。2004年のアメリカの大学で睡眠時間の影響に関する実験が行われました。参加者は8時間、6時間、0時間の睡眠時間ごとにグループ分けされ、毎日反応の速さと脳機能を測定されました。睡眠時間8時間のグループはもちろん問題なしでした。0時間のグループは案の定数日で限界でしたが、睡眠時間6時間のグループの結果は大変興味深かったです。序盤は8時間のグループとほぼ変わりませんでしたが、実験の10日目からぐっと反応スピードが低下し、研究者に頼まれたタスクの効率性も下がりました。結局睡眠ゼロの参加者と同じパフォーマンスとなってしまいました。さて、去年の厚生労働省の発表によると、日本人の4割の人の睡眠時間は6時間未満です。つまり日本の労働者の4割は先ほどの睡眠ゼロのグループと同じパフォーマンスとなるわけです。去年私は働きながら仕事のために資格の勉強をしました。普段は8時間寝ていましたが、朝と寝る前に勉強を始めたため睡眠を6時間に減らしました。最初は確かに少しだけ眠いっていう感覚でしたが、仕事中もだんだんと集中力がなくなり、またパソコンの前でぼんやりするようになってしまいました。朝に勉強した内容も覚えられなくなったりもしました。結局朝の勉強をやめて睡眠も7時間に増やしました。すると一気に勉強も仕事も集中できるようになり、無事に資格試験も合格することができました。このように1時間睡眠時間を増やすだけで効率性、
集中力も上がります。また仕事のペースが速くなります。寝不足を防ぐことで日本は高い生産性を確保することはできるではないでしょうか。第二の効果は労働者が健康的になり体の不調で休み日が減ることです。去年の夏、仕事の研修のために東京の本社へ行ったのですが、毎朝会社でラジオ体操が流れることは非常に面白かったです。ああ、とても健康的な習慣だと感心しました。しかしその後、周りの会社員はほぼ座ったまま一日中働き、毎日夜遅くまで働いていました。もしかして11時間ほど同じ席に座った方もいたかもしれません。皆様のオフィスはどうでしょうか。1日8時間座り続けるとがんと脳卒中になる確率が高くなるという研究結果は最近ザ・ガーディアンなどメディアで取り上げられています。ストレスもうまく解消できずメンタルの不調に陥ることもあります。働いた後、体を動かし、そして休ませるのが大事です。以前、三重県で国際交流員として働いていた際、男性の同僚はほぼ毎日夜10時頃まで働いていました。最初はこの方の働き方はすごいと思いましたが、時間が経つと、その方は数ヶ月に一度、働きすぎて体調を崩し、休むことを繰り返していることに気づきました。結局その方はもう定時で帰る同僚よりもずっと休みを取ることになっていました。彼にとっても、 もう大事仕事を大事にしている彼にとっても会社にとってもそれは不幸なことです。勤務時間を防ぐことは勤務時間の短縮はそれを防ぐことができると思います。最後の第3の効果は勤務時間を減らすことで日本の労働参加率が上がります。少子高齢化が進んでいる日本は現在労働者が不足しています。勤務時間が長いと子どもの世話やお年寄りの介護などもすることもできませんね。そうした理由から仕事を辞めなくてはいけない方も少なくありません。イギリスも同じ問題を抱えています。私の母も58歳で85歳の一人暮らししていた祖母の生活と介護のためにフルタイムの仕事を辞めなくてはいけませんでした。そうした人々の仕事の専門知識や経験が社会から消えたままになることは生産性に悪影響となります。また辞めた人の代役を探すことが難しい状態で残された社員の負担が大きくなり会社の効率性もさらに下がってしまうのです。しかし勤務時間を短くすると例えば4時に仕事が必ず終わる安心感があれば少し心に余裕が生まれ仕事と子育てや介護を両立し、職場に復帰できる人が増えると思います。すると彼らの消えていたノウハウが社会に戻る上、労働者の数も増えます。それが国の効率性の向上につながるはずです。さて、実はイギリス人も3分の1は睡眠時間6時間未満です。その睡眠不足による効率性の低下は1年間で400億ポンドの損失となっております。また8時間以上座ることなどによる体や心の病気で休む人も多いのです。この日本と共通した問題は勤務時間の短縮で解決すべく働き方の改革を進めるべきだと思います。日本もイギリスももう少しチャールズ・ラムの働き方を真似するべきだと思いませんか。さあ皆様も今日から早く帰りましょう。ご清聴ありがとうございました。フィリッパさんありがとうございました。ありがとうございました。フィリッパさんは今何時間ぐらい働いてらっしゃるんですか。日本の会社で。そうですね、日本の会社でバッチリ8時間働いています。日本語はどうして
学ぼう、どこかで学校に行かれたんですか？そうですね、私リーズ大学を卒業しました。10代は高校ではなく中学校を始めた頃、ポケモンが大ヒットになりまして、ピカチュウは大ファンになりましたので、それが初めて日本っていう存在は心の中に染み込んできました。それから そうですねピカチュウを知ってから日本語を学ぼうと思いました。本当は11歳でしたが、そうですね、そして夢叶えました。日本語は難しいですか？難しいですね、はい。その中でどうやって習得してスピーチコンテストまで出られるようになったんですか？そうですね、大学を卒業してから仕事でちょこちょこ日本語を使う機会がありましたが、そうですね、目標を持って何かのために成長するものはありませんでしたので、今回の機会を、を通して日本語をもっと上手になりたいと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本人は、世界でも一番よく長く仕事してるということですけども、はい、どうやったらなんか短く済むんですかね。労働時間を少なくできると思います？そうですね、ご質問ありがとうございますそうですね、多分会社の正式的な目標にしないと何も始まらないと思います。そうですね、毎日の忙しさで周りはどんな風に無駄なのか非効率なのかあんまり気づかないかもしれません。もう自分の手一杯の仕事ですから、会社の正式的な目標にして、 CEO から卒業したばかり新入生まで一緒に考えて出せる答えだと思います。自分の仕事ではなく会社の仕事を全部把握して、プロセスを全部把握してから、無駄な作業、非効率な会議などをなくして、どこか1時間でも余裕が生まれると思います。その1時間は早く帰る鍵となります。難しいですね。難しいと思いますが頑張りたいと思います。日本企業の人にはちょっと頭が痛い話なんですけども、フィリッパさんの今の会社の役職って役柄は何なんですか？はい、今の会社での仕事は何なんですか？はい、今のお仕事ですか？はい、はい、今の仕事はそうですね、ヨーロッパと地中海の投資家を、日本の株を紹介して日本に投資をしようっていう PR の仕事ですね。それじゃあ別に勤務時間を少なくしろというキャンペーンを張ってるわけじゃない、ね、そうですね、確かに周り の, 会同僚は長く働いています。日本人だけではなくイギリス人も長く働く人もいますが、とても心配です。十分休んでいるか倒れないのか心配してきました。それが本日のスピーチの始まりでした。その方々に早く帰りましょうっていう気持ちを伝えたかったですね、はい、日本ではね、旦那は元気で留守がいいという言葉があるんですけど、知ってますか？初めて聞きました、はい、どんな意味でしょうか？旦那ってのは主人ですね、ハズバンドね、はい、は元気でよく仕事して、それでいつもいない方がいいって、そういう言葉があるんです。初めて知りましたありがとうございます参考になります、はい、でもそれは今言った話と全く違って、はい、もう帰ってこないでほしいっていう、どんどん仕事してほしいという、そういう意味だから、はい、これから日本もどんどん変わらなくちゃいけないですよね、はいはい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。